こんにちは、こんばんは、おはようございます。黒い猫です。今日はですね、ちょっとマノス道具を作ってみたいなと思います。よいしょ。こちらのマノスのナイフを作ろうと思うんですが、その材料の一つにこの輝く鋼鉄塗刷用ナイフ、これが必要になります。で、材料が、楓の原木、鋼鉄、純鉄の結晶、上級ハードレザー、そしてブラックストーン粉末となっております。まずこの楓と鋼鉄はあるからいいとして、鋼鉄ってあれですね、鉄を溶かした時にたまにできるやつですね。で、純鉄の結晶、まずこれを作りましょうか。はい、はい、純鉄の結晶を作るためには、まず金属溶解剤を作らないといけませんね。じゃあちょっと倉庫に行きましょう。よいしょ。はい、こちらですね、澄んだ液体試薬、こちらを10個、そして野板の痕跡を20個、そして粗石はどこ？これだ。40個。そして、溶けた鉄の欠片。これ30個ですね。はい。じゃあ、これを錬金します。はい。では、錬金していきますね。はい。溶けた鉄の欠片を3個と粗石4個、そして野板の痕跡が2個、そして、澄んだ液体試薬、これが1個ですね。はい、これを、10回分作っていきます。はい、金属溶解剤ができましたので、一旦倉庫に戻って、純鉄の結晶を作りたいと思います。はい、倉庫です。これですね、鉄の塊、これが3個かな。はい。で、加工の加熱で、よいしょ。このこいつとこいつ、これをスタート加熱します。はい、純鉄の結晶ができました。とりあえず1個できましたね。はい、とりあえず今できたこれ、純鉄の結晶は倉庫に入れておきましょう。続いてハードレザー、上級ハードレザーが必要です。これはリザードとかあの辺を刈って皮を剥いだやつを乾燥させればいけるはずで、これですね。そうですね。恐竜やリザード、ワームの皮5個を乾燥させるとハードレザーになります。これをさらに乾燥させます。はい、上級ハードレザー1個できましたので、これも、よいしょ、倉庫の中に入れておきましょう。はい、そしたらですね、道具工房で、輝く
鋼鉄塗擦用ナイフ、これを作っていきます。カエデの原木と、鋼鉄ですね。これ鉄溶かしたやつ。あとさっき作った純鉄の結晶と、あとさっき作った上級ハードレザー、そしてブラックストーン粉末。はい、こいつを、労働者に作らせます。21分後ですね。はい。はい。あと必要な材料が麻の水師です。麻の水師はこの水晶商人が売ってます。これですね。1個、500万を一十百千万、十万、百万、五百万ですね。これが5個必要なので、はい。ここ2500万シルバーですね。おお、高いね。はい。はい、そして、魔力の破片ですね。これがなかなかお金がかかる、集めるのが大変なやつなんですが、加熱で、この黒魔力水晶を燃やすとどうやらできるらしいんですね。今ちょっと大枚はたいていくつか買ってみました。ああ、できましたね。これをどんどんと燃やしていきます。さて、輝く鋼鉄ナイフができたので、加工していきたいと思います。加工、あ、工作か。はい。まずこれですね。さっき作った輝く鋼鉄塗擦用ナイフ。はい。これと、買った石ですね。麻の水石。そして、金属溶解剤。そして、黒魔力水晶を大量に買って、大量に溶かしたこの魔力の破片、ものすごいお金がかかりました。いきまーす、スタート。よいしょ。さーて、できるかな。なんか作ってます。あ、できたー。マノス、塗擦用ナイフ。わーい。これ初めて作ったわーい。初めて作ったので知識ももらえました。はーい。ということで、マノスナイフ、こんな感じで作ります。材料がね、買うと結構お金がかかりますね。はい。ということで、マノスナイフを作ってみた。以上でございます。では、またねー。ありがとうございました。